よ。2019年1月23日、1時38分、今日の朝日新聞の一面には、安倍総理大臣がモスクワって行って、大統領と会談しましたよという話ですね。総理大臣は北方領土4島のうち2つ、歯舞群島と色丹島の2島に絞って返還交渉を進める方針。なんでかというと、1956年の日ソ共同宣言の中で、この2つは日本とソ連が平和条約を結んだ後に返しますよっていう約束したんだね。まだロシアがソ連だった時代ですけども、ほんで今までまだ返してないんで返してよっていうふうに言うて話ですな。ただし日本政府の基本方針は北方四島の帰属ということを解決して平和条約を締結するというものですと。河野太郎の太郎外務大臣は あんまりこのことについてははっきり言っていない。もともとこの1956年の時点でも4島返すというふうにはソ連も言ってなかったのに、それを言えばまた今のロシアの偉い人たちが怒り始めるだろうということなんで、はっきりは言ってませんよという話だね。まあ、だからロシアまで行って人が話してきたことはこれから何とかしましょうよねっていう確認に至っているだけですね。まあ去年の時点でプーチンさんと安倍さんがあったときに、プーチンさんの方から突然平和条約結ぼうよって、安倍さんが話があって、去年の時点で、安倍さんとプーチンさんが会談やった時にプーチンの方から平和条約結びましょうよというふうに、まあ、突然前触れもなく切り出されて、安倍さんの方がちょっとびっくりこいて、おたおたっとしたという状況があったわけですけども、まあ、その延長だということなんだよね。まあ、そもそもこの北方4島に関しては、第二次世界大戦の最中、日本とロシアというのは日ソ不可侵条約ですか、お互いの国に対して、攻撃しませんよという約束をしていたのに、
終戦の直前になって、一方的にソ連側がやめたっつって、これを破棄して、そして国交断絶して、日本軍に攻撃して、満州で戦闘が起きて、いっぱい捕虜を取って、そして、北方四島も占領しちゃったっていう過程があって、まあ日本側としてはそれはねえだろうってね、ちょっといくらなんでもひでえじゃないか、約束してたじゃないか、そういうのが言い分なんだね。でもなんかソ連の方にも言い分があって、第二次世界大戦の直前に満州で日本が特別軍事演習を勝手にやっちゃったと、自分のお膝元で軍事演習をやって挑発的なことをやって、もうその時点で、仲良くするつもりはねえんだというふうに見せたんだみたいな言い分もあるみたいだね。まあどっちもどっちというか、まあそれにしてもですよ、このロシア側の言い分としては1956年の時点で確かにそういう約束したけども、それは日本とアメリカが1960年の安保条約の前でも結んだ後にはですよ、要するにソ連とアメリカというのは、まあ、いわば当時の冷戦状態の中で敵対関係あるのに、そのアメリカの子分になったじゃないか、そういう状態の中で、アメリカの子分になったあんたにこの北方領土を返したら大変なことになるよ、まあ、今回でもこれ返すのはいいんだけど、返した後にまさかアメリカの軍事基地をここに作らせないよなっていうのが、まあ、重要な彼らの主張の一個になってるわけですね。でまあ未だにですよ、ロシアから見れば日本はアメリカの弟分というか子分だよね。だから約束した時間から45分も遅れてやってきて、まあ、失礼な話だよね。一国の首脳が首相がですよ、わざわざ相手の国に出かけていって話し合いしましょうって言ってるのにね、45分も遅れて出てきて、そして話し合いは15分しかしなかったって、もう完全にバカにされてるよね。でバカにされてるだけの理由がですよ、まあ未だに日本はアメリカの子分だろうが、お前んとこの地位協定は何なんだっつってね、この辺の東京の羽田空港に飛行機が降りるときにぐるっと遠回りして降りなきゃいけないのは、ここに米軍の横田基地があって、横田基地の上空はアメリカ軍が管制していて、そこに変なものが飛んできたら迷惑だから、日本の旅客機もここの上通るなよっつって、めちゃくちゃなことをやらされてるんですよね。繰り返し言いますけども、今横田基地にはオスプレイ中日本人製造機、もうしょっちゅう事故を起こして兵隊が死ぬんで有名な垂直離着機の飛行機があって、それが配備されてる、もうよく落ちる飛行機で有名なんだけども、それがもしここの東アスにドカンと落ちたらどうなるかって話してるんですよ。生徒がいっぱい焼け死にましたって言っても、米軍が飛んできてバリケード作って日本の警察が入れないようにしちゃうっていうね、米軍の飛行機が起こったところは米軍が管理するっていう地位協定があって、日本の警察が入れないっていうなバカなことが起きるわけですよ。それが今の日本の地位協定、そんなものをもう戦後70年も経ってる、70何年も経ってるのに改定できないようなね、同じように戦争に負けたイタリアでもドイツでもそんなことはないのに、日本だけは未だにアメリカの子分やってるじゃねえか。おう、今から仕事？おう、おい、またそういうことで、まあ、バカにされても仕方がないんでしょうちゅう、お元気で。状況ですよね。だからシャキッとしてアメリカともきちっとね向き合って、
この日米地位協定なんてこれめちゃくちゃだからいくらなんでもひでえよな、いい加減で変えてくれよって言えるような態度を示さないから、このロシアからも舐められきってね、約束した時間から45分遅れてきて15分で話が打ち切られて、まあろくなことはないやね、つうことですけどね。まあしかしこの領土問題というのは私は繰り返し言いますけどね、例えばね、淡路島がね、大阪に付属していようが兵庫県に付属していようがね、どっちだってそこに住んでる人間にとっては関係ないんだよね。要はそこに誰でも行けますよ、誰でも住みますよ、そしてそこを統治しているお役人たちが住んでる人たちにとって住みやすいような、暮らしやすいような自治をやってくれればいいだけの話ですよ。兵庫県であろうが大阪府であろうがね、徳島県であろうがね、そんなことは本当はそこに住んでる人、そこに行って例えばそこで楽しもうとしている人関係ないんだよね。ところがこのひとたび領土問題になると、俺たちの国だ俺たちの国だってナショナリズムが盛り上がって、今ロシアの中でも北方四島返すなんてとんでもないっつって盛り上がってるけどもね、なんかあれもやらせっぽいよね、なんかね、分かりませんけども。で日本の中ではすぐもう右翼の皆さんがギャー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 わめきますよね。その先にどういういいことがあるかじゃ、なんもいいことないよね。命がけでその島取り返したとして誰がどういういい目に遭いますか。人がいっぱい死にました、めでたしめでたし、とんでもない話ですよ。そういうことになりかねない。領土問題っていうのはね、人を不幸にすることはあってもハッピーにすることは今まで歴史的になかったんだよね。だからそういうところをわきまえて、繰り返し言いますけども、どこの領土であろうが、行きたい人がそこに行って、住みたい人がそこに住んで、ハッピーに生きていければそれでいいわけですよね。そこが踏まえられるかどうか、そうでなければ誰かが命かけて取った取られたっていうような問題じゃないということね。それをしっかり考えてないと話がややこしくなりますよって話ですよね。
ということで今日はこれぐらいですね。何ですか？田中哲郎と言います。私のこと、なんか沖電機元、うん、あれそうだけど、誰だっけ、三木さん、三井さんだ、あの電子屋にいた、そうだね、三井さんがなんか顔の感じ変わっちゃったから、ちょっと待ってください。変わってねえよ。変わってねえか。変わっちゃったよ、ちょっとだけだよ。あ、そうか。もう70だいぶ過ぎたでしょ。真ん中になりますか。あ、三井さんだ。こちらが平成北環境線あるじゃない。北の治療線だ。鍛えなきゃダメだよ。プールがおすすめ。私毎日プール行ってるの、もう15年行ってる。そこ、ただ。あそこ。もうだからすぐそこへ。やって。私毎日行ってるよ。ただで、多分もちろん。冬に真水に入れねえよな。おすすめただだから。60歳ただだから。八王子の住民だよね。じゃあただだよ。おすすめだよ。歩くだけでもいい、歩くだけでもいい、泳いだらもっといい。私も教えるから。もう何人も 50m 泳げるようにしたから。あ、三井さんか。もうダメだよ、もう今からもう健康第一でいかなきゃさ、もうお迎えが来るまで最善を尽くす。もうダメだよ、だからもうどっか痛いと最悪だからさ、とにかく痛いのは治す。もうね、努力しなきゃダメ。そう、水溜まっちゃうんだ。痛いと嫌だよな。お迎えはね、最善を尽くして待たなきゃダメです。最善を尽くしてお迎えを待つ。転んだ。こいだな。だからね、無理するのと鍛えるのとは別なんだよね。だから鍛えなきゃダメなんだよ。でね、甘やかしたらね、落ちるから、ね、だから楽しててろくなことだよ。だから歩き方にもよるんだよね。いや、なんかよう分からんけど、とにかく鍛えるというイメージで、やっぱりやらなきゃダメよ。いろいろなのがあるよね。だから、こういうスクワットをさ、痛めないようにやるとかね、いろいろやるんだよ。私もやれるだけやってるよ。もう朝起きるときから。もう体バリバリだよ。水泳大会を去年も出たしさ、今年も出るけど、今度剣道また始めようかと思っててさ。剣道、囲碁の大会で去年優勝してね、そこのグループに入ったら、そこの87歳の人がさ、剣道教えてんだよ、小学校で。強いんだってよ。もうおっさんに聞いたらさ、先生にはかないませんよ、突き飛ばされますよ。80過ぎてんだぜ。で、私もずっとさ、素振りは自分でやってたから、防具買ってやろうかと思って。私はずっともう学生の頃から剣道だから。とにかくプールをまずですね、水泳パンツとゴーグル持ってくりゃ絶対後悔しないよ。ただだから、風呂代が選択できる。シャワー浴びるより、回っていいし、泳ぐとこと歩くとことは分かれてるからさ、おすすめだよ、本当、ちゃんとやるかどうかで人生変わるよ。ほんじゃまた。会社の中で、電子管時代に同じ職場だった三井さんですね。